はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンファンタジー2、前回の続きからやっていきたいと思います。今回はまあちょっと予告していた通り、不思議なダンジョンをやっていきたいと思いますので、とりあえず一回サウスフィガロまで飛びますか。キメラの翼でサウスフィガロと、何で行こうかな。たまには飛竜に乗るか。出番のないお前に乗ってやる。山は越えられないけどな。めんどくせえな、山越えられないって。森に降りられんのか。降りられなそうだから、こっから歩いていこう。で、ゴスペルリングは装備していこう。てか、なんでこいつ頭装備してないんだっけ。忘れた。なんでだ。なんかかけたんだっけ。まあいいや、源氏の兜で。あ、リボンだからだ。ピサーロのリボンをかっぱらわないといけないんだ。ロイヤルクラウンか、もともとは。源氏の兜は外してリボンで、手に入れたゴスペルリング、これで道中の敵は完全に出ないんで、そうするとビビももうあれだな、ソウルオブサマソンでいいな。でなおかつユフィはどうしようかな。ユフィは女神の指輪とかいらないしな。まあ命のリングでいいかな。よし、じゃあこれで潜っていきましょう。とりあえず途中まではもう行けるんで、5階から先ですね。で、こっから先はちょっとこのマップじゃなくて、これ偽のクリスタルまだあったんだ。宝箱こっちあるし。こんなところに小さなメダルが。こっちはアイスシールド取ってなかった。降りると。多分このマップがずっと続くと思うんで、まあちょっと一回カットして、まあ次の地点まで行きたいと思います。おお。10階に来たところでちょっとまた新しいところですね。なんでこのまま上に進んでいきましょう。ほんとめんどくさいっすね、このダンジョンは。なんかいる。動く石像もどきがいるぞ。宝箱を回収していこう。盗賊の小手ジタンかな。まあ今更だけど、エクスポーション、まあエクスポーションは売ってないんでね、貴重っすね。まあこいつに話しかけましょう。いきなり戦闘になった。タイタンじゃないか。どうなの今更タイタンって。まあ全力でいくけど、アルテマソードも使って。くらえ。もちろんアルテマを使っていく。目指せワンターンキル。あ、そうだ、こいつ連続魔だった。線が当たるな。うおお、自信使ってきた。弱ー。アルテマ2連続はちょっとマジックパワーの消耗が激しいな。確かに強いけど、怒りのタトゥー、これってバーサクになるんじゃなかったっけ。おお。そういや召喚獣かタイタン。いや今更だなこれは。というところでまた下っていきたいと思います。これは五階級並みで何かある感じですかね。じゃあまたセーブをして。いやでもこれね、ゴスペルリングがないとね、相当めんどくさいっすね。なんかヤマタノオロチっぽいのがいるな。ブレイブブレイド、あれブレイブブレイドって逃げなければめっちゃ強いっていうやつじゃん。勇敢な者に力を与える剣。あ、そうだよね、俺全然逃げてないもんな戦闘。ロトの剣より強いっちゃ強いんだけど。でもな、ロトの剣ちょっとまあ真空波があるんで、このまま装備していきましょう。てかエアロガの追加攻撃もあるんで、タイマーの腕はここにもあんじゃねえかよ。なんてこったい、2万5000円出して買っちまった。じゃあヤマタノオロチかキングギドラかちょっとわかんないけど、ヤマタノオロチか。どっちかっていうとティアマットに似てんな、 FF1 の。もちろん全力でいく。
ヤマタノオロチの弱点はなんだろうな。まあいいや、じゃあアルテマ2連続厳しいかな。80だもんな。まあいいや、どうせ敵と戦わないし。これでだいたい1000はいかないか。まあでも、おお超強え。てかもう多分弱いんだな、そもそもが。草薙の剣、あ、草薙の剣ってかけられましたよね。あれ、また召喚獣か。ヤマタノオロチまで召喚獣になってるとは。でも俺はもう竜王持ってますからね。じゃあまた16階から進んでいきましょう。はい、20階に着いたところですね。ちょっとビビがマジックパワーをだいぶ使っちゃったんで、一回テントで寝ましょう。何階まであるんだっていうか、ここは。で、なんか多分5階ずつこの区切りで、まあ、途中から来れるのはいいっすね。お、ドラゴンがいる。あれ、もしや伝説の6竜じゃん。あ、星降る腕輪だ。これ絶対素早さめっちゃ上がるよ。ちょっと後で見てみよう。先にこっちを取る。グロランス、これも強そうな槍だな。ただ今槍かなり強いの持ってるかな。ゴスペルリングじゃなくてユフィだな。そうするとユフィをさらに速くする。どこだ星降る腕輪。あった。驚異的な俊敏さを取る。あ、ヘイストね。素早さが直接増えるわけじゃないんだ。でもいいんじゃないこれ。全然手裏剣投げ放題。おお、これはそっか、名前が出ないんだ。グリーンドラゴン。グリーンドラゴンってことはなんだ、水とか。まあアルテマソードで関係なく攻撃するけど、でビビももうアルテマで関係なく属性無視。とにかく究極魔法を唱え続ける。まあ6竜はね、さすがにこれじゃ死なないと思うんで。そうだよな、全力でいって2、3ターンかかりそうだな。うわー、めんどくさいものを使ってくるな。猛毒、うわ結構強い。しかも回復してるし。どうする。んー、明鏡止水で回復するか。はやっ。でピサロはこれでいいでしょう。攻撃力重視で食らうだ。おお、あんまり強くない。てかユフィマジ速えな。とんでもねえやつになってな。当てます。そーだ。これでもうとりあえず一旦全開でしょ。その毒のダメージを抜かせば。リボン持ちは毒にならないからな。それはいいな。さすがに伝説の6竜は今まで戦ってきた敵とは違うとはいえ弱いな。結局、お、光のドレス。誰一人経験値をくれないんで。あ、なんだ、伝説の6竜を全て倒した。なんとフォーズは召喚獣ラーミアを手に入れた。特にな、おー毒ってる。一回寝よう。特に何の演出もないな。ラーミアが降りてくるとか。セーブだけしとくか。テントはまだいいや。じゃあまたどんどん地下に降りていきましょう。今何階だっけ。21階かようやく。あれ、25階に来たけど特に何にもないな。もう少し降りなきゃいけないかな。そうすると、おお、いつもと違うちょっとセーブポイントな感じになってんな。まあ、左右の宝箱を先に取りましょう。スリースターズ。あれ、スリースターズってなんだっけ。 FF6 だった気がするんだけど、ちょっと効果を覚えてないな。あ、消費マジックパワー半分。アクセサリーだ。2つつけられないからな。どうする、これは。魔法剣とかも。メタルキングの鎧がある。これどうしよう。源氏の鎧より絶対メタルキングの方が強いでしょう。まあ攻撃力はちょっと下がっちゃうけど、
源氏によって耐性はないのか。まあ火と氷に強いんでこれを装備しましょう。あ、そうだ、主人公フォースシールド、これちょっとダメなんだ。だったらちょっと不破はかけとこう。まあいつ何時炎を吐いてくるか分かんないからな。ピサロなんだっけ、あ、守りのルビーか。ピサロのマジックパワーをな、まあ減らすっていうのもいいかもしんないっすね。あんまりマジックパワー高いわけじゃないんで主人公と変わらないからな。よし、じゃあこれでテントで寝て、なんかちょっとぽいとこに出てきたんで上に行ってみましょう。あ、そうだ、主人公のもうゴスペルリングいらないな。ゴスペルリング、あ、女神の指輪ね、ベホマズに使うから女神の指輪を主人公に装備させよう。あ、でも主人公にスリースターズでベホマズン半分っていうのも手だよな。どうしよっかな、これは悩むな。まあいいや、とりあえずこれで。で、この上に行くと、なんだこれ、キツネみてえだな尻尾が生えてる、全然わかんない、何キャラだこれ。我が名はアルテマ、時の彼方に忘れ去られし者、我は想像されて間もなくこの地に安置された。我は何をすべきなのか考え続けた、長い間考え続けた、その答えがようやく出たようだ。つまり戦いに飢えていたと。風車何個か、5個か、投げちゃおう。これはおーら300か。うおー、フレア、フォースシールド装備しとけばよかったかな。いくつ食らう、あ、250、これ2発食らったら死ぬな。どうする、ユフィ早いからな。主人公ちょっと攻撃でいくか。アルデマソード、いくつ回復するかだよな、マジックパワーが。よし、このコンボいいな。8か、まあまあかな。アルテマ2連続でいくか。ちょっとマジックパワー尽きるまではアルテマ2連続でいきましょう。ガンガン行こうぜ、作戦はガンガン行こうぜで。名の剣回復もしない、ユーヒーの名教止水でなんとかする。早い、名教止水が速くなってるのかどうかちょっと分かんないけど、メイルストロームってめっちゃ食らうんじゃなかったっけ。グオーこれはちょっとベホマズン投入だな。ユーヒー攻撃しよう。リミットじゃなくて風車投げてこう。大丈夫だよな、主人公間に合うよな。よし、まあ、これは即発動するんで。おぶね、キアリーとかかけるところだった。だいたい4、5ターンか。風車、いいや、使っちゃおう、もうどんどん。ファイガー、なんか普通の魔法を使ってきたな、ウォータが。ビビが少し遅いかな、そうすると。やっぱり。連続魔使うと、少し遅くなるとか、そういうのあんのかな。うわ、メーターが0だ。やっぱ遅くなるわ。まあ、しょうがない。名教止水をかけて、あー早い、何、チャージからのなんとかってやばそうだな。ヒットポイントはちょっと全開に保つか、いや防御しとこう。アルテマ来たー、これビビがやばい。おー死んだか、防御しといてよかったー。とりあえず一旦、いやこれだったらデフォースに使うまでもないな。世界中の果てに入れたんで使っちゃいましょう。ユーフィーの名教止水でいけるでしょう。ピサロはガンガン攻撃、これマジックパー消費半分になってる、そういえば全然見てないけど。チャージ、また防御、ビビ間に合うかユーフィー早っ、一応間に合ったなユーフィー何回防御してんだよどんだけ防御してんだ。で今度は主人公のベホマズンで全開しよう。風魔神剣に切り替えるか。ちょっと風車は数が減ってきたんで、でアルテマ打てんな、これアルテマ打った後かなり厳しいよな、次行動が回ってくるまで。
ああ、もうアルテマ撃てねえわ。フレア2回も撃てない。ああ、倒したー。いや、アルテマウェポンだけあって、やっぱアルテマが強かったっすね。久々に防御したな。何もくんないのかよ。よくぞ我に勝利した。究極の力、受け取るがよい。お、これはアルテマウェポン。おお、アルテマウェポンゲット。ロトの剣とアルテマウェポン比べると、まあ、アルテマウェポンの方が強いですね。165。ブレイブブレードでいくつだっけ ?160 か。ピサロは?あ、ピサロも装備できんな。アルテマウェポン。魔界の剣いいな。何がいいって、守備力、魔力が両方上がるからな。これはもう完全ピサロ専用だな。魔界の剣は。なんで、まあ、アルテマウェポンとエクスカリバー2とか残ってるけど、贅沢だな。草薙の剣も、これはまあ、アルテマウェポンで終わりだな。進化させて、世界樹の葉をちょっと補充して、小さなメダルが、どんくらい溜まったんだ?ちょっとわかんないっすけど、まずは、例によって、竜の首コロシアムに行きましょう。草薙の剣あったよね。一回ちょっと見てみるか。あ、あるあるある。あ、ブレイブブレードもあるじゃん。ブレイブブレードってこれさ、なんかチキンナイフとかになりそうなんだけど。チキンナイフは逃げれば逃げるほど攻撃力が上がる。で、たまに普通に使ってると逃げちゃうっていう。そんな。ナイフだけど。じゃあちょっとまずはブレイブブレイドが上にあるんで、こいつか。もう負ける気がしないな。あ、しまった、リボン装備してない。こいつね、石化するんすよ。あぶね、ミスって。多分石化だった。もう一回かかるか。石化すんなよ。よし、オッケー。あー、ほら、チキンナイフだ。だったらブレイブブレードの方がいいな。まあ、とは言っても装備する人がいないんで、このままにしときましょう。てかさ、チキンナイフってそもそもあった？チキンナイフからブレイブブレードに戻せなくない？これ。あるある、あぶねえ。これ多分戻るよね。メタルウィングってなんだっけ、なんか買ってくるやつだよね。強いブーメランだった気がする。なんで草薙の剣をちょっと進化させときましょう。おお、これはなんだ、ヒドラが出てきた。マジか、強そうだな。ヒドラって戦ったことあったっけ。92か、そこそこ食らうな。闇の剣で回復しつつ冥の剣でって感じかな。あー、厳しいな。ちょっと安全性を取りましょう。いつ自己死するか分かんないんで。まあ、3しか使わないから。このパターンだったら、もう絶対大丈夫でしょう。回復量の方が多いからな。甘い気か。あー、リボンつけとけよかった。危ねえ。よし、ここは攻めよう。命の剣で。よーし。あー、天の村雲か。刀装備してんのアーロンだっけ。てか2軍マジどうなってんだ。もはや忘れ去られてんな。テリーとか何装備してんだっけ。まどろみの剣。盾とか取られてるし。バーバラは電撃無知とか。弱っ。あんまりね、馬車をね、活躍できるところがないんだよね。こいつフォースシールド装備できるんだ。アーロン、アーロンなんて虎鉄だよ。だって今50しかないんだよ、攻撃力。それが148って。まあいいや。レベルも低いな。まあいいや、このメンツで。で、あとは、またメダル王の後ろに行って、溜まってるかな?溜まってなさそうだな。あんまりメダルを取った記憶がないんで。
どうだ ?63 枚。全然足んねえわ。メタルキングの盾か。あとまた世界樹を使っちゃったんで補充しましょう。こいつは普通に攻撃してこう。エアロガって強いんだな。攻撃より強いんだけど。よし、オッケー。で、そろそろいい頃合いですかね。闇の世界に行きましょう。希望の祠か。まあ、全てが封印されてるけど。あ、テントが足んなかったな。買ってくれよかった。まあいいや。あのエルフみたいな人はどう思ってんだろうな。みんなあそこでテントしてる。バーベキュー面白そうだなみたいな。はい、というところでとりあえず寄り道イベントは、これで終了して、次回からまた本格的にストーリーの方ですね、まあ、闇の世界を攻略していこうと思うので、今回はこれで終了したいと思います。